やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。9と10は大阪行くんだよね。9日に多分大阪配信するわ。お前らに教えてもらうわ。あえてちょっとあんまり調べないでいこうかな。大阪国の人たちの国民性をちょっと利用して現地の人たちにたくさん聞きながらいい店にたどり着こうかなって思ってる。まあ全然トッツー来てください。いいよなユニバ、本当にユニバ好きなんだよな。マリオできてから行った。ごめん。あのね、マリオは思んなかったね。申し訳ないけど、これはちゃんと言わせてもらうね。俺は、もともとその USJ を愛していたんだけど、任天堂エリアに関しては唯一ちょっと愛せなかった。まず任天堂、あのマリオエリアに入るのに、バカでかい道を通って、そこにこう、クソほど並んであのエリアに入るのね。で、あのエリアに入れたと思ったら、そん中のアトラクションがまた2、3時間か並ぶんだよね。マジで長いのよ。で、何がやばいって、まあ、その USJ っていうもの自体が、あんまり気にしてないっていうのもあるんだけど、ウォーターワールドってさ、水だけの世界。で、土っていうのがすごい貴重な資源というか、あったら伝説ぐらいの扱いなの、ウォーターワールドっていう映画って。それが題材になってるショーみたいのがあるんだけど、そのショーからマリオの山が見えてんの。山は土でできてるからさ、もう世界観が真逆すぎて。物語自体がその土からなった木で、またその自然を豊かにしてできたらいいねっていう。この水だけの世界を終わらせられたらいいねっていう願望を求めるゲームなのに、あそこですっごいコミカルなさ、角の取れた、土の山があるから、許せねえなぁと思って、それは、悲しいなぁと思いながら、俺は初めは、そのマリオができたと USJ って思った。ディズニーのハブられてた亀ってまだ好きで、まだ好きだよ。俺の今の亀連れてこようか。ほれ。今、ユイヤ帽子かぶってんだよ。よく着せ替えすんの俺。唯一だわ、なんか、なんか可愛いなと思える何か。オルメルが。海外のコメント見たけど、その亀好きな人は精神的に問題がありますって書いてた。問題がないとは言わない。けど、俺は完璧を求めてない。他の子たちと並んだ時に、やっぱ足りないを感じるんだよね。そのエヴァンゲリオンを作った庵野秀明も言ったけど、お父さんが工場で働いてて事故で指をなくしてるんだよね。でそういう人に育てられたから、何か欠損してるところが美しいと思ってるんだよね。でこの子は欠損ではないんだけど、こうやって帽子を外すと分かるんだけどさ、ハゲてもうてるんよ。そこになんか愛らしさみたいの俺感じてる。オルメルとリーナベルだっけのやつ見た？ TikTok のみんな俺に送ってきたんだけどさ。ガチでどういうことなんだろうね。振りとしてまああるかもしらん。まあ可愛い。これやばくない？これはいじめてるじゃん、本当に。俺助けたら竜宮城行けるぜ。俺が最近ツイートしたさ、これもあるじゃん？よく見てみ。違和感に気づくと思うんだよね。こいつまた。後頭部をさ、やってんのよ。えって、とどめさしてるから。これに関しては。もう、この虫眼鏡のさ、この硬いところ、やってるからさ。えって。ちょっとは人気出てきたかな、オルメルくん。え、荒木優子さんってオルメル好きなの？一気に好感度が爆上がりしたんだけど。まずかった。本当にここのコメント欄やばいな。最近マシュマロしてないね。え、やばいんだけど。俺のマシュマロ。
高田健氏に予防接種を言った看護師はあまりの血流の速さに注射針ごと右腕を持ってかれた。お、4時間前。え？怖い怖い怖い。え、怖い。え、これ俺のマシュマロに投稿されてんだよね。バッサリ言ってくださいと注文を受けたカリスマ美容師高田健氏は腰にぶら下げた刀を抜き放ち、要望通り客の頭を切り落とした。え、ずっとやってんねんけど、怖ー！いや、すごいね。ツイートを、その、坂を登んないと俺のマシュマロの URL って踏めないはずなのに、なんか定期的に投稿してるやついるな。ただ笑うだけの冴えないおっさん配信者で有名なケンキさんが配信でポテト売ってました。で、なんかポテトチップス一袋で800円、ステッカー1000円でした。はぁ？じゃがいもだけで何でそんな高いんだよ。ステッカーも200円？腹を出てるおっさん配信者の手渡すだけでそんな価値あんのか？お前にお似合いなのはポテトチップスじゃなくてじゃがいもそのものだろ。なんでってお前もじゃがいも見たら顔してるしな。シワクチャで皮がむけかけ、中身はベタベタ水っぽい質感。しかも少年はまるで芋虫みたいにくねくねしてるだろ。ステッカーもお前の顔に貼り付ければバカっぽくてお似合いだろ。スーパーの棚の隅で廃棄されるまで惨めに生きてろ。お前もそんなあるんだよ。すげえ大アンチやん。これちょっとツイートしよう。これマジおもろい。これマジおもろいな、これ。だって俺最後にマシュマロ配信したのって多分2、3ヶ月前で、それから俺 URL って流してないのに、俺のマシュマロの URL を残して、それを3日前にこれ投稿してるやつ、すごすぎだろ。おもろすぎだろ。どこの民だよ。畳みかけてんのおもろいな。値段がポテチで一袋で800円。ステッカー付きで1000円でした。はぁ？じゃがいもだけで何そんな高いんだよ。ステッカーも200円？あ、俺出てるおっさんの配信者が手厚いのにそんな価値あるか？好きな VTuber が引退した。引退理由が視聴者の嵐や誹謗中傷、他配信者下げなどだった。デビュー前、過激な視聴者が多い配信者の方が、方がアテレコをしたことが原因。デビューの時から、過激な視聴者がついてしまった。悲しいというより虚しくなった。同じやつなのかもしんない、これ。これ同じやつかもしれない。マシュマロで日記つけてるかも、こいつ。なんで浴衣の同じってエロいんだろう。堤防沿いを走っていたら中学生が横いっぱいになって歩いていて抜かせなかった。道を開けてくれないかって頼んだら死ねと言われた。悲しくなった。突然マシュマロごめんなさい。自分はたまにスタさんとゲームをしている方にリアコしてしてしまっているのですが、世間で言う NMMN に当たるので公の発表ができずには。これ何？生もの？生ものって何？じゃ説明求むんだけど。恋愛感情なくリアコになったのはつい先日のイベントの時です。同担を見ると、打つという風になり、同担がマイクを握って質問したり話したりする場面や、パネルを推しに見せて笑いを取っているところを見ると、本当に帰りに刺してやろうとかも考えました。怖いね。イベントが終わった後は電車で泣きそうになりながら最寄りまで行き、改札を出た瞬間大泣きしました。そこで自分はリアコなんだと気づいてしまいました。怖っ。自分のツイッターでは同担とはつながっていません。 FF の FF に同担がいたり、おすすめに流れてくるテロがあり、切れ散らかしています。また FF の中の夢女やリアコの方がいないため、誰に相談すればいいのかわからないでいます。私はどうしたらいいでしょう。先月できたばかりの彼氏を振ってきたので、推しと付き合う準備は万端です。どうやったら推しと付き合います？どうしたら推しに遭遇できますか？ DM すら解放してない。リプは返さない。いいねもしない、推しに私はどうやって見つけてもらえますか？スタッフさんお願いです。推しに私を紹介してください。釣らずねえだろ。危ねえ。刺そうとしたんだから。あなたの顔はすごくお綺麗なので、ポストカードにして販売してもらっていいでしょうか？許可ありたいなら、匿名のマシュマロに出すんじゃねえよ。どうやって許可出しゃいいんだよ。許可出さねえし。マシュマロ置いといたらお前らなんか書き込むんだな。置いとくかじゃあ。